今回出場するマシンはこちらです。シグナルに注目。土台ストロークのレースが始まった。まずトップに出たのは3コースシルバーのマシン。しかし後ろのマシンも負けていない。この後の展開はどうなるのか。現在トップは3コース。しかし2位以下のマシンも負けていない。トップは3コースシルバーのマシン。その後ろは4、1、5、2コース。これを最後まで目を離せ。4コース最後の1周に入った。トップが最終セクションを抜ける。4コースゴールイン。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。